だし、中でも水飲むこともダメで、飲食禁止っていう状態で、なかなかこう、よっしゃ行こうぜっていうのができなくて、結構苦しい思いをしたんですけど、今年はね、皆さん、制限がない、4年ぶりに制限がない開催です。じゃあ、先生、おめでとうございます。ここまで大変だったけど、ようやく制限のない開催となりました。制限がないってことは、多分何をしてもいいっていうことなんだなって、勝手に思っていて、今日はね、皆さん何してもいいですよ。私許すんで。ただ仙台市民として恥ずかしくないところでよろしくお願いします。多分仙台はね、みんな踊れると思ってるんで、次の曲でみんな一緒に踊ってもらおうかなと思います。もうギター置いたんでね、タンバリン行くんで、皆さんどんどん踊ってくれれば嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。の前に鼻をかみますね。よしやろう。
ャズフェス、こんなにお客さんとも、ね、協力も近くてすごく楽しいイベントだと思うので、皆さんぜひカンパのご協力お願いします。これからもずっと続いていく仙台の伝統的なイベントになってくれるように、どうかカンパの方よろしくお願いします。
ってください。ワーカホリックシンドロームでした。また来年会えたら嬉しいです。ワーカホリックシンドロームの皆さん。